トール君、宮本君。日本共産党の宮本トールです。まず早川参考人にお伺いしたいと思います。まあ、二大不条理に立ち向かっていくということを努力されているというお話がありました。で、早期に、まあ、自立が強いられるという現状を、まあ、子どもの家では22歳まで当たり前にしているけれども、まあ、格差が施設によって大きいんだというお話もございました。この格差をなくしていく上で大事なことは何なんでしょうか。早川参考人。はい、ありがとうございます。正直なところ私もですね、ずっとこの業界に来てから支援の標準化ということを言葉を掲げてですね、この格差と、立ち向かってきたつもりなんですけれども、で、現状ですね、そういったことで私はできる限り情報共有ということで、ついている制度や、法制度はですね、子どもにとっては権利なんだからということで、子どもや各施設の人たちがですね、分からないということがないようにということで情報発信に努めてきました。で、それである程度の効果は出てきたと思います。で、もう一方でですね、この格差を標準化するために私が一番有効だと考えたのが、支援を専門に担うスタッフの配置ということで、自立支援を専門に担うということでですね、で、私は2002年から自立支援指導員というのを名乗って、で、施設や他施設との標準化を図って進めてきたつもりです。で、2012年には東京都で自立支援コーディネーターが制度化され、で、昨年からですね、実質的には国においても自立支援担当職員がついたということがあります。で、この人たちをですね、ついたのはいいんですけれども、施設でバラバラに一人職場とか、まあ、2人3人のところもありますけれども、孤立させていてはですね、支援の標準化は進まないというふうに考えています。今後の課題はですね、この自立支援担当職員を組織化し、そして共通の学びを、資質をきちんと資質要件を整える、方針を整える、で、業務内容を整える、そこまではある程度できているんですけれども、組織化し教育をする、そこがまだ足りていないと、これが今後の課題だと考えています。宮本徹君。ありがとうございます。続いてもう一問、早川参考人にお伺いしますが、大人目線でなく子どもを主体にした社会的擁護が大事だというお話は今日もございましたけれども、その点で一番大事なことは何なんでしょうか。早川参考人。はい、やはりですね、この先ほどからずっと、話に出ているですね、意見表明といったところがですね、ここが全くもって不十分だったと言わざるを得ないと思っています。なので、これからですね、ただしに先ほどからも話出ていますけれども、やればいいってもんではないというところはあるかもしれませんが、でも、まず第一歩踏み出して、で、そういったことが必要なんだと。で、今回33条にも触れられていますけれども、措置の開始あるいは解除にあたってはですね、子どもの意見がきちんと反映されるといったことを試みるということ、最初はおそらく格差もあると思うんですけれども、まずやってみるということですね。今の時点ではですね、おそらく児童相談所も施設もですね、措置の開始や解除が子どもの意向と関係なく行われていることに対して、もう当たり前というように、そういうものだというような感覚ははびこっていると思います。そこをまず、しっかり変えていかないといけないと考えています。宮本徹君。ありがとうございます。続きまして、薬師寺参考人にお伺いをしたいというふうに思いますが、一時法開始時の司法審査について、まあ、現場からは大変、まあ、負担に関しての懸念があるというお話もございましたが、まあ、率直に国に対してどういうことをお求めしたいと考えていますか。薬師寺参考人。児童相談所、子どもの、生命とか安全を守るために、まあ、疑わしきは保護するという姿勢でやってまいりました。で、一時保護開始時の司法審査につきましては、まあ、親子を分離するという重大な行政処分になりますので、中立的な第三者の立場で客観的な事実、子どもや保護者の意見を把握して審査するという点では基本的には必要であるというふうに思います。しかし、今までお話しさせていただいたように、児童相談所の現場は、まあ、虐待相談対応件数増加しておりますし、緊急保護、夜間休日対応も増えて、待ったなしの非常に厳しい状況です。そこに司法審査の手続きが加わるということになっておりますので、国に対しては一時保護が将来の子どもの安全を確保するための手続きということで有効に機能するように、現場の意見を十分に聞いていただいて、運用の工夫をお願いしたいと思います。
具体的には夜間休日の児童相談所、裁判所の体制整備ですとか、書類をできるだけ簡素にして、裁判所に書類を持ち込むのではなく、ファックスやメール、オンラインなどの効率的な事務の工夫ですとか、児童虐待についての共通理解に基づく児童相談所と裁判所との連携体制の整備、こういったことが特に必要であるというふうに考えております。宮本徹君。ありがとうございます。続きまして金尻参考人にお伺いしたいと思いますが、アダルトビデオの、高校生出演を阻止するという本当に日頃の取り組みに大変感謝しておりますが、家出などで行き場のない子どもの居場所の支援が大事だというお話がございましたが、具体的にどういう支援の強化が必要とお考えなのかお伺いしたいと思います。いかがですか、よろしいですか。はい、川名尻参考人。お答えいたします。特にですね、当団体ではですね、アウトリーチ事業も行っておりまして、そのやはり居場所拠点ですね、まずは居場所の拠点を整備するということも重要でございますし、その後ですね、やはりこう居場所を失われた方ですね、特にその、歌舞伎町、新宿歌舞伎町をですね、こうアウトリーチ声かけ、夜間声かけしておりますと、その中でですね、こう様々なですね、ホストクラブのホストにですね、お金を吸い取られてしまって、お金がない状況の方とかもいらっしゃいますので、そういった方に対してですね、こう居所の提供ですね、それもですね、今ショートステイのような形もありますけれども、やはり中期のですね、最低でも1年とかですね、2年いられるようなですね、そういったシェルターとは違うんですけども、一時的なこう安心と安全が保たれるようなですね、そういった居場所というのもですね、ものすごく重要というふうに認識しております。宮本徹君。ありがとうございます。続きまして、山形参考人と和田参考人に同じ質問させていただきたいと思います。社会的養育専門委員会のですね、報告書では、子どもの意見表明、子どもの権利に問題に関わって国レベルの権利擁護機関ですね、子どもコミッショナーの制度の検討というのをですね、提言されていたというふうに思います。ところが、今回、児童福祉法の改正にも、あるいは子ども家庭庁の設置法案にも、この子どもコミッショナーの制度は入っていないというのが現状でございます。この点についてどうお考えなのかお伺いしたいと思います。じゃあまず山形参考人。委員の中でもですね、その部分については少し意見が割れていたところです。ですからすべきだとまでは書けなかったんですけども、この子どもコミッショナーというのはですね、国連の子どもの権利委員会からもですね、日本にはそういうものがないというふうに指摘されているというところがまず根っこにございます。だからそれをベースにですね、作っていくんだけども、じゃあ世界の中でですね、どれぐらいあるかって必ずしもですね、たくさんはないんですよ。だから別に世界にもないから作るなということでつまりは全くなくてですね、どういうふうに作るのかということについてもう少し時間をかけて議論する必要があるということでですね、この形で、報告書のような形でですね、取りまとめております。で、私自身はですね、子どもの権利を守るためのですね、国の統一した機関というのは私は個人的には必要だと思っていますけれども、それを作り方については正直まだちょっと不勉強でですね、私自身もこうすればいいですというところまでは言えないというのが現状でございます。はい、和田参考人。山形先生ご指摘のとおり、世界でかなり異なっているというのが現状でございます。ただ作っていないところもですね、裁判所の中にある子ども裁判官、それも数年の専門的なトレーニングを受けた方がですね、子どもの意見をきちんと聞いて調整するということがなっておりますので、そういう制度が各地にあります。一方、子ども家庭庁を見ますとですね、法務省とかその人材を関係する総務省とか、あと文科省の一部も入っていないので、おそらく今後そういうことはできないのではないかと日本では考えております。宮本徹君。ありがとうございます。改めまして早川参考人に、お伺いしたいと思いますが、お話の中で、アフターケアの拠点を作る、社会的養護支援拠点事業について、これ、義務的経費に至ってないと、
というのはどうなのかというお話もございましたけれども、やっぱりこれはやっぱりどこでもどの都道府県でもあるいはそれぞれの地域でやっぱりあった方がいいというふうに私も思うんですけれども、そのあたり、どういう思いでこういうふうに述べられたのかお伺いできればと思います。早川参考人。はい、ありがとうございます。私もですね、このあたり実は一番期待をしたところです。拠点事業が義務的経費になるということがですね、ただやっぱり専門的なことは私も十分に理解していませんが、まずですね、この居住支援、インケアのところですね、まあ、22歳年限を撤廃してというところですけれども、そこを先に義務的経費にされたというところで、まあ、何事も一歩一歩なのかなというふうには理解をしています。なのでまず居住支援がですね、2017年の時にあそこももう法的根拠に明示されるのかなと思ったんですけれども、そこはなくて予算事業で活用されたんですね。でそれが今回義務的経費になったということなの でこれ段階を追ってですね、次には今後はですね、ぜひこの協定に関しても義務的経費になるように検討をお願いしたいと。でそれで合わせてですね、まあ、予算事業等も裾野を広げてですね、で社会的擁護を経験しなかった方々にも対応できるように検討をしていただきたいなと考えています。はい、宮本徹君。あとですね、これも早川参考人と山形参考人のお伺いしたいと思いますが、この子どもアドボケイト意思表明支援事業もですね、これも努力義務で、ということになっておりますが、これは早急に、まあ、義務事業にしなきゃいけないんじゃないかと思いますが、この点いかがでしょうか。いや、山形参考人。とですね、この権利擁護部分についてはですね、努力義務ということになっておりますけれども、少なくともですね、自治体の方々においてはですね、子どもの人権を守るために、子どもの人権を守ることが重要なんだというね、大前提に考えると、その人権を守る手段の一つが子ども自身の考え方を尊重するということになると思いますのでですね、受け止め方として私は義務として受け止めていただきたいなというのは正直なところの思いでございます。それで個人的にもそういう考え方をしております。早川参考人。はい、私も同様にですね、これも義務であるべきだと思っています。94年に日本は権利条約に批准しているわけなので、私はその時点で義務にするべきだったと思っています。はい、宮本徹君。ありがとうございました。時間になりましたので終わります。次に二木ひろ